私たちが空に上がり、リアムと合流しようとしていた頃、地球軍はマスドライバー確保のために2つの作戦を同時展開していた。一つはザフト占領下にあるビクトリア宇宙港の奪還、もう一つは中立国オーブが保有するマスドライバー施設の接収。プロフェッサーの言う通り、地上の戦闘はますます激しくなってるみたい。大きな戦場こそ避けてきたけれど、気づけば私たちだってこの戦争の節目に何度も立ち会ってきた。でも私たちジャンク屋にできることはほんの一握りだけ。そのことはローだって分かってるはずなんだけど、空か。ロー、どうしたの？いや、俺たちがこうしている間にも地上では戦って死んでいく奴が大勢いるって思うとちょっとな。何かが間違っているのは分かってるんだけどよ、俺は今のままでいいのかってな。こうしている間にも世界の在り方は刻々と変わり続けていく。戦争が激化の一途をたどる時代の中で、私たちが、ローが本当にするべきこととは。宿命の決着。
ト01の力、ここで味わうがいい。踊れ。当たるか。そんな戦い方では俺たちを相手になどできん。何でもかんでも壊しやがって。ふん、大きな世界の流れを知らぬ者よ。万人は一握りの価値のあるものにその生命を捧げるためだけに存在するのだ。何だと？ガーベラストレートに切れぬものなし。一刀両断。回収を終えたアマツにかなうものなどおらん。フィナーレだ。死ね。へえ、やるじゃねえか。ちくしょう、さすがに強えな。
世を滑る者には人も物も栄誉も自由にする権利がある。新たな世界の構築のための犠牲など当然のこと。ふざけんな。オーブは常にこうして生き残ってきたのだ。とどめだ。どじった。死ね。てうちかまっせ。醜いダンスだ。下賤な者どもが私とデュエットできるはずもないか。できるのか。敵へ補足。ことは全てエレガントに。これで終わりね。態度と度胸だけは一人前ね。艦長、エネルギーの無駄遣いはできない。私が君たちの道しるべとなろう。深く。うわっ。これほどの相手だというのか。これが敵の実力なのか。戦いは戦い、破壊は破壊。それでも私たちは紛争根絶のために。私たちはソレスタルビーイング。こんなところで倒れてはいられないの。自分一人で世界を動かしてるつもりかよ。世界ってのはそこに生きてる一人一人が頑張って作り上げるもんだろうが、そいつらを無視して何が作れるってんだよ。下賤なものの考えそうなことだ。所詮
ジャンク屋ごときに理解できることではないな。これ以上語るは無意味。死ね。俺のレッドフレームで蹴散らしてやる。小賢しい。こいつは傑作だ。ありえん、ありえんな。俺が勝てた理由、それはこのマシンを作った者たちの思いだ。大船に乗ったつもりでいてくれたまえ。そんなもので
あくまでも私に盾つく気か。これが太陽炉の真の力。この武装ならいけます。これなら当たって、これなら捕捉されている。なんということだ。総員直ちに脱出せよ。ルイードやマレーネにはテルトがいる。だから私が戦わなくちゃ。
戦いを挑むなら相手を選ぶべきだったな。ふざけ！所詮傭兵といえど私の敵ではない！そんなもので、ブルーフレームは貴様などに止められん。沈め！小賢しい。世界の動きは正確に読み取っている。踊れ！とどめだ！やる！厄介なことになりそうだな。もうやめろ！ゴールドフレームは無意味な破壊を望んでいない！何をほざく！兵器は破壊を生むためにあるのだ！ましてや今のプロトゼロワンにはGの腕が備わっている。生まれながらにして血に濡れているのだ。怪我したくなかったらさっさと叩きな。これ以上を語るは無意味。フィナーレだ。とどめだ！けっ、やるじゃねえか。このままやられっぱなしじゃ腹の虫が収まらねえ。
またGと戦うことになるとは。てれー、小賢しい。私を阻む者は誰であろうと容赦しない。フィナーレだ。無駄だ。これぐらい当然だ。伊達にあの対戦を生き残ったわけではない。この戦場にもガンダムの名が刻まれよう。ほれほれ、助けてくれ。勝利の美酒こそ変わらぬ名酒、強者にのみ許された真の娯楽よ。避けてみな、アンネル。落ちろ。このままじゃこちらが押し切られる。戦わなきゃ守れないものもあるから、好きにはさせない。小賢しい。こいつは傑作だ。ありえん、ありえんな。たとえ守るためでももう銃を撃ってしまった僕だから。
この身に資格などあるはずなかろう。滅せよ。ここまでなのか。その弱さ、世の果てで噛みしめるがよいぞ。
Yeah.
Thank you.
砂漠を倒したことで私たちとゴールドフレームの因縁は決着した。オーブの表に立つアスハ家に並び、国の暗部を司っていた砂漠家。砂漠はオーブ本国の陥落をきっかけに地球圏の支配を企み動き出していたらしいけど、結果としてローの行動がその野望を阻止することになったみたい。また砂漠家は地球軍のモビルスーツ開発にも関与していて、そのつながりから生まれたのがレッドフレームをはじめとするアストレイの3機だった。アストレイシリーズ、時代の狭間に産み落とされた機体は数奇な運命をたどり、歴史のうねりを渡り歩くこととなった。そしてこれからもこの機体はその名の通り王道ではない道を進んでいく。搭乗者が求める理想、それぞれの生き方を貫くために。アストレイか、もしかしたら俺たちも同じかもしれねえな。コーディネーターもナチュラルも関係ねえ、ただ戦わないでいい世界を目指してるんだからよ。ドーは戦争をやめてみんなで楽しく働きたいんだよね。俺一人がどこまでできるかはわからないが、まあ柄じゃねえな。何にしろ今やるべきことは決まってる。なんてったって俺たちは由緒正しく誇り高いジャンク屋なんだからな。うん、その方がずっとローらしいよ。さあ宇宙一のジャンク屋として俺の道を突き進んでやるぜ。